やだ、そんなに見てたかしら。実はちょっと気になることがあって、ついチェックしちゃうのよね。 SNS のフォロワー数増えてるかどうか気になっちゃって。それは読者モデルをやっていた時から私を応援してくれてる人たちなのよ。スクールアイドルになってからは新規のフォロワーがあまりついてないの。ソロイベントに向けて投稿数も増やしたし、いろいろアピールしてるつもりなんだけど、なかなかうまくいかなくって。ええ、いいけど。ええ、昔からこんな感じね。他の？君のことは信頼してるの。任せるわ。ありがとう、助かったわ。って、この写真って。待って、こんな写真恥ずかしいわ。だってこんな無防備な姿をみんなに見られるのはちょっと、そのかっこよくないじゃない。でもこれじゃあ幻滅されないかしら。君がそこまで言うならやってみるわ。結果が出なくても私のことがっかりしないでね。見て見て、フォロワーがこんなに増えたの。やっぱり君の言う通りだったのねこれでイベントにも新しい人が来てくれそうだわ。新しい人たちを虜にできるよう、今以上にダンスや歌を磨かなきゃいけないわね。え、今からリハーサルをするからちゃんと見ててね。カリン先輩ってやっぱりスタイルいいですよね。何食べたらそんな風になれるんですか？何って普通よ、普通。普通でそんな風になれません。何か特別なことをしているはず。何もしてなくてそんなにスタイルいいなんて嘘ですよ。嘘って言われても本当に特別なことはしてないんだってば。みんなが普通にやっていることを私もしてるだけよ。あ、そうだ。あのね、かすみちゃん、ここだけの話なんだけど、スタイルを良くするための秘訣があるの。なんですか？それはね、青汁よ。青汁を朝と夜に飲むの。すっごく苦いんだけど、スタイルが良くなるわよ。おい、青汁飲んだことないですけど、苦いんですか？かすみ、苦いのはちょっと。私のスタイルの秘訣なのよ。う
かすみも頑張って飲みます。ぶどう味？ごめんね、かすみちゃん。ぶどう味のプロテインあげるから許してね。もう、かりん先輩ってばひどいです。ごめんごめん。でも、かすみちゃんの一番の魅力はその可愛さでしょ。スタイルを気にするよりもそこを伸ばした方がいいんじゃない？あれ、かすみんの可愛さってスタイルとか超越しちゃいます？そっか、危うく自分の長所を見失うところでした。危ない危ない。かりん先輩はスラッとしててスタイルが良くてセクシーなところが一番、かすみんは可愛いところが一番ってことですね。まあそういうことよね。私には私の、かすみちゃんにはかすみちゃんの、みんなにはみんなの個性があるってこと。個性か。ねえ、二人は個性ってどうやって決まるんだと思う？生まれつきのものなのか、それとも自分で選んでいくものなのか。かすみんは生まれつき可愛いですよ。かすみちゃんはそうね、とっても可愛いわよ。ほら、先輩もかすみんのこと可愛いって言ってくれていいんですよ。わあ、ほら見て見て、この動画、今のところすっごく素敵だった。このグループのパフォーマンス、セクシーで見とれちゃいます。ですよね。どうしたらこんな風に踊れるのでしょうか。え、そうだね、確かにかりんちゃんならセクシー系は得意だもんね。羨ましいです、かりんさん。私もセクシー系スクールアイドルを演じてみたいです。やはりこういうのは生まれ持ったものがありますからね。かりんさんのように長い手足があってこそ生えるのだと思います。そうでもないわよ。スタイルをよく見せるコツがあるの。ほんのちょっとした角度とかで全然違って見えるんだから。教えてあげましょうか。教えていただきたいです。私も新しい武器が欲しいと思っていたところなんです。お願いします、かりんさん。でも私の練習は厳しいわよ。みんなついてこれるかしら。あら、今朝は君だけ。朝練あったわよね。大丈夫かしら。それならいいけど。別にすごくないわよ。日課になっちゃってるから普通。
そうなのかしら。もうちょっと褒めすぎ。ねえ、君に聞いてみたいことがあるんだけど、いい？昨日、エマの部屋で見た動画のことなんだけど、私にもあんなパフォーマンスができるって本当に思う？もっとセクシーに、か。ええ、そうね。ありがとう。もうちょっと待って。プリンアラモードとフルーツゼリー。悩む。リナちゃんボード。ここで食べ過ぎたらいけません。節制を。でも、せっかくみんなで来てるんですし、ちょっとだけなら。カズミン、この一番大きいパフェとパンケーキ、どっちも裏切れないよ。抹茶アイスかほうじ茶アイスか、どちらを愛すべきか難しい問題だ。かなたちゃん、選びきれなくて眠くなってきちゃった。すやー。今読んでいる小説の主人公がいつもクレープを食べているんですよね。でも最推しのキャラは和菓子が好きだから、どうしよう。シーフードピザが食べたいけど、その後スイーツも食べたい。しょっぱいのと甘いのはセットだよね。私はハリー先輩なら、こういう時迷ったりしないでズバーッと決められちゃいそうです。カリンさんは決断が早いですものね。カリンさんならこういう時も甘いものとか我慢できるんだろうな。えらい。そうね、私は決まってるわ。カフェオレにする。このメニューを見てスイーツを我慢できるカリンってすごいわ。私たちこんな風にワイワイ騒いじゃって少し恥ずかしいです。ちゃんとすぐ決断できるように。っていうか、普段から甘いものは控えめにってできるといいのにね。私たちむずかしいよね。かりんちゃんってやっぱりかっこいい。いやね、別に普通よこんなの。でもううん、いいの。みんな、今日は次のライブの話し合いをするんでしょ？早く決めないと時間がもったいないわよ。そうでした。すぐ決めます。かなたちゃんも起きてメニュー決めよう。寝てた。かなちゃんどこでも寝ちゃうんだから。そこがかなたちゃんのすごいとこ。
みんな楽しそうね。ほらほら、お店の人呼んじゃうわよ。皆さん、次のライブの準備は順調ですか？私、実は今少し迷っていまして。私も本当にこの方向でいいのかなって少し悩んでる。決めた時はこれだーって思うんだけど、進めていくうちに本当にこれで良かったの？って思うことってあるよね。どうやったらカズミンをもっともっとダジャレを取り入れる。もうそれは愛先輩だけでいいです。私はやってみたいことがありすぎて選べません。こういう時、かすみちゃんやかりんさんみたいにやりたい方向性が決まってるのって羨ましいな。うん、そうだね。かりんちゃんは順調に進めてるんでしょ？お？まあ、そうね。かりんちゃんが羨ましい。自分のキャラがしっかりしてて。大人っぽくてセクシーで余裕があってお姉さんって感じ。次の曲もセクシーでダンサブルな感じでいくんですよね。まあそうね。みんなもそれが見たいんだろうし。あら、もうそんな時間？でもあとちょっとだけいいかしら。この間の曲の振り付けを少し変えたいのよ。そう、もっともっとセクシーな感じにできると思うの。だからというか、もっと上を目指したいわ。え？どうしたの？急に。そうかしら。特に我慢してるつもりはないんだけど。例えばどういうところ？君、本当に私のことよく見てくれてるのね。でもあれは本当に大したことないのよ。私もちょっとだけメニューを迷っていたし、甘いものも食べたかったってだけ。君のそういうところ本当に好きよ。私が君にお願いしたいことは一つだけ。これからもずっと私のことをちゃんと見ていて。約束よ。ねえ、次のライブ用の曲のイメージを集めてみたんだけど。これが衣装で、こっちはステージ、そしてこれが曲のイメージなの。いくつか音源があるから聞いてみて。
かしら。率直な意見をお願い。君にそう言ってもらえると安心するわ。ええ、そうね。それに私には一番合ってると思うし。あら、今何か隠さなかった？ダメ、見逃さないわよ。何を隠したの？これって USB メモリー？私のためなら隠さないで聞かせてほしいわ。もうもったいぶらないで聞かせてよ。君が私にって言ってくれるならどんなものでも聞いてみたいわ。こーら、隠さないの。いいから聞かせてよ。君、なんでこの曲を私に歌わせたいと思ったの？何？面白いじゃない。君のイメージ嫌いじゃないわよ。それにこの曲を歌う私自身に興味がある。採用よ。